今日はミニ四駆を作ります。こんにちは、こんばんは、駿河です。今日はミニ四駆ダッシュ3号流星を組み立てたいと思います。いやー、懐かしいですね、ミニ四駆なんて。いや、俺二十何年ぶりに多分ミニ四駆を組み立てると思うんですよ。いや、小さい頃に1回か2回ぐらい組み立てたぐらいですかね。そんなもんだと思います。いや、お店に行ったらね、たまたまねミニ四駆がねあったもんで、ついちょっと衝動買い的に買ってしまいました。で、値段はね、ちなみにこれお店で買ったのね810円しました。早速ね、中を開けて組み立てたいと思います。はい、完成しました。はい、実は言いますとね、これねシールのね位置がねちょっと微妙にずれてしまったこととね、失敗点が、それと実はねアルカリ炭酸電池を買い忘れてしまったんですよ、実は。なので今日はね、走るところはねなしですね。で、次回次の時には走るところを動画でアップします。なのでご期待ください。以上、ご視聴ありがとうございました。こちらに関連動画、チャンネル登録お願いします。